お疲れ様です。お疲れ様です。BIC 広報です。ただいま緊急的にカメラを回しております。今回なんですけども、一昨日だったかな、出したビッグモーターの事件で報道されてないことがある時期が来たのでお話しますっていうサムネの動画、結構いろんな反響があってコメントもまあぼちぼち皆さんいただいてありがとうございます。何件かいいコメントっていうか質問があったので、それを今日緊急的にお答えしようかなと思います。一個だけです。結局どういう風に選べばいいんですかっていう、僕たちは板金塗装のお店どうやって選ぶんですかって、まずその SNS を調べてもらえばいいと思います。とにかく自分たちのお店こんなことやってます、自分たちの修理技術はこういうことしてますっていうのを継続的に投稿している会社が一番信用できるんじゃないかな。まあそれだけで全部っていうわけじゃないんだけど、まずはそこを基準にしてもらっていいと思いますね。っていうのもうちの業種って面白いもんで、板金塗装ってブログとかインスタとか探してもないんですよ。なかなか数少ないけど探せばある。だから従業員がこんな仕事しました、こんな仕事しましたっていうのは結構出てくるんだけど、そうじゃなくて会社としてこういう仕事をしてお客さんからこういう声がありましたとか、ありがとうございますって言われましたみたいな、そういうところはお客さん求めてるんで、僕がこの間の動画で言った見られてる意識が高いと思うんで、とにかく前回の動画で言ったのは仕事の流通の話なんですよね。流通の仕方が不健全だっていう話、一個ポーンとテーブルに置いてお客さんに対してどう思いますかっていう投げかけをしたところ、まあそういう質問が来たんでこういう答えになります。で、 YouTube も簡単にやってるように見えるけど、 SNS にしても暇だからやってるとか、 YouTube の収益のためにやってるとかいう人いるんですけど、僕らは全然違いますからね。僕らって言い方するの例を挙げて言うと、ピットワン、あの岩田さん、名前も顔も出してやってるじゃないですか。あれってなんでやってるかって、お客さんにここでこんな仕事してますって、僕たちの仕事こんなんです、うちに来てください、まあ時には値段も出してるやんか。あれって収益のためにやってんじゃないんですよ。自分たちの仕事を自分たちでちゃんとしっかり宣伝広告してるんですよね。お客様に向けて、保険会社さんとかじゃなくてエンドユーザー、消費者に向けてやってるんですよ。そういうところがまず信用できるんじゃないかなと思います。今の時代 SNS を活用してないのってもうありえへんし、まあそういうところをまず一つ基準にしてもらえばいいかな。あ、ごめん、一個話それていい？ピットワンで思い出した、はい、今後ろに映ってるの LM 塩か、はい、アルファードなんですけど、これ売ります。すいません、岩田さん、これピットワンで購入させていただいてるんですよね。ですね。サムネに3000万持って勝ち込むっていうサムネの動画なんですけど、はい、まあ要は3000万持って現金で岩田さんのとこ行ってアルファードくれって言いに行った動画なんですけど、はい、あの時買った車です、 LM です。はい、あの時の、はい、なんで岩田さん、本当にすいません、嫁さんがもう飽きたみたいです。もう飽きたってこの車。うそ、まあまあまあ2年以上乗ってるから ね、 2年乗ってる。なんでこの動画を見た視聴者さん、はい、一般消費者の方ラッキー、なんとこの動画を見てこのアルファード欲しいっていう方がいれば、はい、ぜひこの概要欄にカーセンサーもしくはメールアドレス載っけときますんで、はい、ぜひメールください。何ぐらい出したこれ、500?500万やったかな、ごめん忘れた、550万ぐらいだったかな、はい、金額それぐらいの金額で、まあ見てください。あ、貼っときますわ、スペックで、はい、黒202っていうソリッドの黒です、はい、真っ黒。走行距離が何倍だかちょっと見に行こうか。マジか。まあご存知の方もいるかもわかんないですけど、子供が4人いまして、4人姉妹、はい、うん、でもう女性ばっかりなんですよね。でとにかくこの車飽きたってことで、まあ綺麗には乗ってます、綺麗には乗ってますよ。めっちゃ綺麗、うん、CS やね、 C の S パッケージで、走行距離がこんな感じです。58,489。ちょっとその辺動かしたりするんで多少伸びるかもわかんないですけど、あ、もういいや、あの見てください、カーセンサーで、一番大事なとこ言っとくね、セールスポイント、一番大事なのはこの LM 仕様、メイドワンピットワンです。何言ってんの、メイドインピットワン、メイドインピットワン、ピットワンが作った正真正銘のピットワン製の LM です。はい、はい、だからカーセンサーにちらほら出てる偽物の、例えばこの辺がうねうねうねなってるやつとか、はい、なんかもう実際見たら全然仕上がり違うんですよ。いう、偽物と違ってこうガチの本物です。出してますよね。メイドインピットワン、メイドインギフ、ヤフーニュースにも載ったあの LM です。はい、はい、だもうこれ岩田さんの魂こもってるからね。この動画見て買うって言ってくれた人は特典つけます。もう割引もします、当然、うん、で部長はもう接客してもらって、このお客さんいいなと思ったらもうバッと値引きして気持ちよくで特典もつけますんで。何そのプレッシャータイム、はい、ちょっと本当にこの動画見て買う人ラッキーだと思いますよ。ぜひお問い合わせください。まあ YouTube で車売れるとは思ってないけどね。そんな世の中甘くないと思うけどね。で、まあごめん全然話変わるけどいいよね。まあ尺的にまだ大丈夫ね。で、嫁さんが次何乗るかっていうとこっちです。はい、これです。マジか。はい、またアルファード。またアルファード。アルファード好きやな、ね。はい、今回はLM 仕様じゃなくてモデリスタのエアローで、ね、お客さんかな。
こんにちは。PIC チャンネル。すみません、ちょっとお客さんが来たんで話が途切れてしまいました。何の話だっけ俺。ピットマンさんの話から次この子乗るって。何？こんな話だっけ俺。あれ？あれ？ここどこ？僕誰？いやいやどうしたどうしたどうした。次この子乗るっていう話を聞いたよ。そうすいません岩田さん、嫁さんがもう飽きたってことですいませんこっちに乗り換えて、まあ、この話した した何回も同じこと言わんでいい。さあ岩田さん笑ってると思うからね。で今回は、はい、モデリスタの普通の LM じゃなくてもう普通のアルファード、はい、もう絶対やったかな。黒が好きなの？いやいや、あのリユース考えて黒の方が絶対高いから。なるほどね、うんうん、でこっちは、うん、あの販売しますって話はもうしたな、はい、したね。で、新しいの乗り換えこれ販売しません。でもう一個同じ車白一応あの事故した時用に買っときました。あの買いが効かないってことなんで。買いが効かない、うん、アルファのなんか最近手に入らないって聞いたんで一応予備で1台置いてます。2台、はい、すごい。 黒2台持ってこいって言ってんけど白しか無理って言われたんでもう白です。うそやん、2台ですか。はい、めっちゃいいですね。という感じでちょっと話それたな、はい。話戻そっか。何だったかな、何の話なんですか。何の話だっけ。2台、え2台、冗談ですよ。これたまたまお客さんの僕のいつもお世話になってるお客さんの たまたま同時期に納車。なるほど、ね、うん、これさ熱トヨタが持ってきはったんで、はいはい、たまたま一緒の時期の、アルファードの納車ってことで並べてみました、はい、まあ、すごいなこの絶景やね。ねえ絶景やね。アルファード3台並ぶとアルファード専門店始めますみたいな感じになってるけど全然違いますからね、はいはい、というわけで話しとれたけど、まあ、とにかく前回の動画で僕が言いたかったのは仕事の流通が不健全なんじゃないか、そもそも指定工場制度がもうなくしてもいいんじゃないかなって思うんですよ。事故したら保険会社さんが誘導するとかコメントで何個かあったけど指定工場指定工場で頑張ってるんですよって、それ知ってます分かってますで、ちゃんとしてるとこはちゃんとしてますって僕ちゃんと言ってるんで指定工場が悪いって言ってないんですよ。あの動画で僕が言いたかったのは仕事の誘導もうその制度自体が不健全だっていう話してるんですよ。これ間違いないと思うんですよ。もうここに限っては保険会社がお客さんを誘導しますで誘導された段階でちゃんと接客してますお客さん納得した上でやってますっていうのは分かるんだけど、そうじゃなくてお客さんも選ぶ権利あるでしょっていう話をしてるんですよ。だから僕どっちかというと同業者さんに言ってる話ではなくてそのあなたより向こうに言ってるんですよ。あなたじゃなくて僕お客さんに言ってるからっていう話を分かってもらえれば多分この話がスッと入ってくる。そのバカにされたとかなんか蔑まされたようなに聞こえるかも分かんないですけど、素直に僕たちやっぱ YouTube やってるんで暇やからやってるんでしょとかあいつらは収益で飯食ってるんだろうとか言われるんですよ。心ない言葉はたまに当たるんですよ、まあ、全然違うから。むしろ忙しい中やってるんで岩田さんもそうですよ。僕知ってますからね。めちゃくちゃ忙しい中企画練って一生懸命頑張ってそれでもお客さんを求める、これなんでかって言ったらどこからも仕事の誘導なんかもらってないんですよ。だから自分たちで自力でお客さんをここでお店やってます技術売ってます頑張ってますっていうのを発信しないとお客さん来ないんですよ。これが普通なんですよ。中古車屋さんもそうでしょ。中古車屋さんも自分で SNS 使ってこれだけ並べてます。みんな SNS とかブログとかカーセンサーとかいろんな SNS 媒体使って宣伝して初めてお客さんって来るんですよ。これが普通の状態、健康な状態なんですよ。だから誘導は不健全で不健康じゃないかなっていう話を僕してて、あとなんだろうな、他の業種で見てもらえればわかると思うんですよ。自動的に仕事が入ってくる職業の中で本来ないんですよ。建設業とかでも入札制になってるし、病院とかも自由診療ってコメントにもあったけど、あれいいコメントやったけど、病院だったら憲法に電話して風邪ひいたんで保険使うんで今から医者行きますって言ったらここの医者行ってくださいって誘導されて、その後国民保険を値切ってるみたいな、そんなイメージだと思う。お客さんからするとそういうイメージなんよ。でそれ正解です、まさにそんな感じ。だから自分で選ぶ、この病院いいよね。病院ですら SNS 使ってますからね。病院もそう、整形外科も飲食店みんな自分たちの SNS 使ってさらにお客さんにも宣伝してもらう。 SNS でみんな写真撮るでしょ、飯食いに行ったら。でそれがまた広告なんですよ。だから自由競争が働くんですよ。頑張ろう、もっと SNS でバズらせようみたいな。でもう一個言うとブログ書いておきました、お客さん用に分かりやすいようにどういう風に選んだらいいんですかっていうところで、こういう風にしてみたらどうですかっていうヒントをブログの方に書いておいたんで、もしよかったら BIC 気合ブログっていうのを見てください。もう15年以上前からブログやってるんでそっちの方を見てもらえれば、まあ、最近その SNS っていろいろあると思うんだけど Twitter、インスタ、TikTok、YouTube、ブログいろんな SNS の媒体をみんな使って一生懸命集客してます。なのでお客さんは修理依頼する機会が来た時に事故しましたっていうタイミングで SNS とか見てください。ちゃんとやってるとこやってます。数は少ないけどね。でも自分たちの技術とか発信してるとこあります。まあ、本当にいい例で言うとピットワンもしくは BIC みたいな感じでやってるとこあります。ちゃんといつからやってて今もずっと継続してるかどうかで、その内容を見てください。お客さん向けかどうか。だからお客さん向けの発信って何なんて言ったら、こういう仕事しました、こういう車作りましたとか載せるわけよ。
なんで載せるか分かりますよね、みんな。お客さんが必要だからです。僕ら成り立たないんですよ、宣伝しないと。それが本来の形なんですよ。だから中古車業界でもいますよね、一人。あれなんですよ、自分たちはこういうことしてます、同業者から叩かれようが何言われようが、お前なんか嘘つきだとか、お前もあの会社おったんやけって言われようが、自分の気持ちをお客さんの立場になって物を言ってると、それが伝わるんですよ、お客さんに。だからあそこは突き抜けてお客さんが来るんですよ。まあうちもそうやけどね。めっちゃ簡単なロジックなんですよ、誰でも分かる。お客さんがもう板金塗装に限ってはって思うかも分かんないですけど、調べてみてください。で、次々出てきますから、今この時代になって。で、同業者でも若い頃は僕の YouTube 見て勉強してる子もいるんで、そういう子たちがポツポツって出てきますから、そういう子たちの SNS を見て、ここがいいなと思ったらそれで判断してもらう、これが一番いいと思います。あとブログ見てください、ヒント載してるんで。っていうところで、まあそうですね、とにかく僕たちが YouTube やってる理由、僕たちってあえて言うんだけど、ピットワンにしても中古車業界で飛び抜けてる子も同じなんですよ。お客さんが主語なんですよ。お客さんに向けて何するにしても真ん中にお客さんがいてるんですよ。だからそういう議論にならないんですよ。僕らもお客さん向けなんで、保険会社がお客さんって思ってないんで、もう話の土台にもならないっていうのが正直なところです。最後にもう一回だけ言うけど、バカにしてるわけでも、指定工場を否定してるわけでもない。指定工場っていう制度自体が不健全だっていう話をしてるだけです。だからそこは勘違いしないようにね、同業者さん。あと動画は一般消費者向けなんで、さっきも言ったけど、あなたの向こうのお客さんに僕いつも話してますから、そこはそういう目で見てもらったらいいかなっていう感じかな。まるで自分が言われてるように聞こえるんだったら、こうやってスッて避けた方がいいと思う。ああ、そうですね。あっちに言ってんねやぐらいでいいと思います。はい。というわけで、今回の動画はそんな感じです。あと、アルファード、お願いしますね。待ってます。すぐ売れちゃうと思うんで、早いもん勝ちですよ。ピットワン仕様。はい。ピットワン仕様何言ってるの ?LM 仕様か。LM 仕様。メイドインピットワン。入ってた。ぜひ、お買い求めください。待ってます。はい、こっちのアルファード欲しいっていう人も、まあ、金額次第ではおりますよ。嘘。そうそう。そうです。というわけで、今回の動画が面白かったと思う方は、グッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いってらっしゃい。板金塗装業界盛り上がれ！チャンネル登録もよろしくね。